界に与えた影響は大きかったんだろうなと。で、何かっていうと、僕がだからフォースっていうのでシミュレーション RPG って今呼ばれちゃってるあのゲームを作る前っていうのは、もうロールプレイングゲームのこう先行きがこう行き詰まってたっていうのがあったんですね。極論言えばドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーがあればもうロールプレイングゲームはいらないのかなっていう風なイメージまで持つような時期だったんですね。で、じゃあ我々がそういうのをわざわざこう作る意義っていうのは何っていうと、そのあのタイプじゃない別のタイプのシナリオ性のあるゲームを作るっていうことだと思うんですよね。で、それをこう具現化したのが、まあ言ってみればシャイニングフォースの1だった。今回のシャイニングフォース3っていうのはサターンが立ち上がる時からずっと作ってくれというふうに言われ続けてきたんですけども、あえて作らなかった。自分のだから作りたいっていう欲求がもう極限まで高まるまで待ちたかったっていうのが一つあったのと、それから不完全な形で出したくなかった。ある意味次世代機って呼ばれてる、まあサターンだとかプレイステーションだとかの、出ているゲームの中でね、究極の形を持っているんじゃないのかなと。多分サターンが発売された直後に、まあ、発売してたらば今回のような、ビジュアルを持ったゲームとしては多分こうデビューさせることはできなかったんじゃないのかなというふうに思うんですね。1993年秋発売のシャイニングホース2より4年、シリーズ待望の続編がこの冬登場。ソニックとキャメロットの企画力と技術力の粋を結集し、ここに次世代のタクティカル RPG が誕生した。ストーリーシステムシンクロニシティにより3部作だからこそできるゲームの特性を生かしたストーリーの新しい体験の形を実現。シャイニングホース3、3部作ここに登場。今回のシャイニングホース3はサターンのシャイニングウィズダム、シャイニングザホーリーアークで培った CG 技術をベースにマップ画面のフルポリゴン化に成功。 CG の立体マップが作り出す臨場感と存在感が RPG の概念を変える。画面の隅々まで描き込まれた美しい 3D のマップ画面はプレイヤーを壮大なスケールのシャイニングホースの世界へと誘う。そしてビジュアルの極めつけはリアルポリゴンによる戦闘画面である。これまでのシリーズの顔ともいえるシネラマバトルを踏襲しながらもさらなるビジュアルのグレードアップを図ったフルポリゴンの戦闘画面。この新しい試みでかつてないほどの戦闘の臨場感を味わってほしい。それではキャラクター紹介を兼ねて新世代バトルシーンをご覧いただこう。シンビオス、アスビニア共和国の少領主コムラードの長男、本シナリオの主人公である。ダンタレス、コムラード軍屈指の戦士。彼の存在により主人公シンビオスたちの共和国軍における存在の重みを持つことになる。マスキュリン、幼少の頃よりシンビオスの付き人として育ったエルフの女魔術師。グレイス、
マスキュリンと同じくシンビオスの付き人であるホックスリング系の僧侶。マスキュリンとは唯一無二の親友である。このように戦闘画面ではプレイヤーキャラや敵が縦横無尽に動き回る。プレイヤーは 3D のリアルポリゴンによるバトルシーンを十分に堪能できるであろう。エフェクト画面の充実も刮目に値する。エフェクトの多くがプログラミングで合成されている。そしてホース3は全く新しいシナリオシステムシンクロニシティを搭載した3部作構成である。主人公がシナリオ1で行動した内容が後のシナリオ2、シナリオ3で影響を持つ。これにより真の意味での3部作構成が実現した。今回は中身のゲームのシステムも非常に進化してます。ビギナーから、それから今までのフォースのコアユーザーの方々がやってもおっと思うような進化したシステムが入ってる。ストーリーの体験の仕方ってのは今までと全然違う。データを持っていける。それから各シナリオでやったことっていうのが次のシナリオにも関係していく。だから三部である必然性がある。それからそれをやることによって絶対に映像メディアではできないことをやってるんですね。だからそういう意味では今まで僕は自分でシナリオを書いてきてシナリオが売りだなんて言ったことないんですね。だけど今回は特にシナリオを楽しんでもらいたいなと思います。 RPG では次世代マシン初のオール 3D のゲーム画面。タクティカルバトルからストラテジーバトルにまで進化したゲームシステム。ストーリーの進行にまで新しい方法論を取り入れたシンクロニシティシステム。数々の新システムの搭載と斬新なビジュアルを持ち、新しいシミュレーション RPG の幕開けを告げる。他の追随を許さないゲーム性とビジュアル、そしてストーリーがサターンの RPG の歴史を塗り替える。シャイニングホース3、この冬登場。